ミラーライティング、ぜひやってみてください。ミラーライティングポートレイト、ライティングのコツを解説。今回はこれをやります。はいさーい、はいさーい。皆さんこんにちは、写真家の高潔和義です。アマチュア時代カメラを始めてまだ4年目ぐらいですね。カメラは持ってたんですが、本格的にカメラを始めて4年目ぐらいの時にカラースライドの部に応募するようになったんですね。2000年の後半から2001年にかけてなんですね。カラースライドの部の中の入賞した4つの作品の中にですね、面白いライティングがあるんですね。まあ、いろんなその戦車方が僕のライティングに騙されたり、あるいは戦車の方の批評がとてもそれが楽しみでね、毎月応募していました。ではちょっとね、カラースライドの部で4つほど戦車さんを惑わして、この作者は光の使い方がとってもうまいというふうに何度も書かれました。まだね、私は今はストロボメインで使っていることは結構あるんですけれども、当時はストロボはね一つも使ってないんですよ。このカラースライドの部の写真においては一つもないんですね。全て光を回して使ったんですね。その光の使い方、光の回し方のこれ誰もやってないんではないかなと思うようなことをやってみたのが4つにですね、同じ場所であるものを使って撮ってた時期があります。じゃあちょっとそれをね、道具をちょっと持ってきます。まだ残ってますからちょっと待ってくださいね。はい、持ってきました。この鏡なんですよ。これが光を受けて広い室内で撮っていました。それをね、また図解で解説していきたいと思います。この鏡を使っていました。これね、光がないところまで奥まで届きますよ。レフ板以上の効果があります。このミラーとそういったレフ板を自作で作ってね、撮ってみました。ぜひ皆さんもね、このミラーライティング試してはいかがですか。どの作品がミラーライティングで撮っていたのかちょっと説明していきたいと思います。これがこの時のミラーライティングセット図です。詳しくは作品ごとに解説していきますが、光の方向と鏡、レフ板、カメラ、モデルさん、窓の位置など覚えておいてくださいね。では一つずつね、4つのミラーライティングで撮った写真をちょっとどの写真かね、見てみたいと思います。このクミコという作品です。またこの辺りに大きく載せますから、この辺りに。戦車はですね、サンダー平山さんですよ。サンダー平山さん、ポートレートのね、大家でしたね。どんな戦表を書いてあるか読んでみますね。特に美人系という感じではないが、気持ちのいいポートレートである。タングステンの光が漏れているが、なかなか美しい。光をうまく使った作品だ。女性の優しさが伝わってくるような写真である。ここのね、タングステン光の光が漏れていると書いてあるんですね。これ全くの嘘なんです。うまく騙したなぁと。写真はね、魔術である。うまく人を騙せますということをね、ジャンボ・ドリアールが言ってますよね。見た感じはタングステン光のように見えるんですけれども、実はこれはさっきのミラーライティングなんですね。ミラーで回した光を、直射した光を金レフ、ゴールドのレフ板に当ててモデルさんに当てるとこうなるんですね。これレンズを見るとね、 100mm マクロで撮っています。絞りが F4 です。絞りが F4 撮ってます。僕は 100mm マクロは F4 で撮ることが多いですね。 F2.8 の開放で撮ることはあまりなくてね、 F4 にするといい絞りのリングの輪っかですとかね、背景のボケがね出てくるな、丸ボケがうまく出てくるなということで、この当時使っていたミノルタの 100mm マクロは F4 の絞りで撮ることが多かったです。これも F4 で撮っていますが、問題はうまく戦車を騙したこと。これでやったーと思いましたね。定常光以外に使ってないんです。太陽光をミラーライティングで回しただけなんですね。これは第1回目だったんですね。でこれで私、わー面白いな、じゃあこれこの投稿を通じて戦車とキャッチボールやりたいなと思って
投稿をし始めたんですね。カラースライドの場合はカラーポジフィルムを使うんですけれどね、露出を再現する幅が大変狭いフィルムですね。まあ、今デジタルですから暗く撮っとけば明るくなりますね。明るすぎて飛んでしまったらデータは何もないんですけれども、特にポジフィルム、これベルビア、富士クロームベルビアですから ISO 感度50のフィルムを室内で撮ってるわけですよ。でその暗いところにミラーで光を飛ばしている、まあ、それはね解説しますからね、それを聞いてください。ミラーライティングで太陽光だけを回した室内に回してレフ板の色を使って反射させてモデルさんに当てたことによって、あ、戦車はうまく騙されたな、これは面白いなと思って始めたのがねきっかけだったような気がします。では次の写真紹介します。2つ目ですが、レッグという写真です。これはねミラーライティングではなくて同じ場所で撮っています。直射日光だけを使って撮っていたんですね。でもこちらの光の色と質似てますよね。こちらというのはクミコというタイトルの写真とね、ミラーライティング でもこちらはですね西日一発なんですよ。窓を通じて入ってきた遮光の光の西日のオレンジ色だけを使ってモデルさんのちょっと顔をちょっと入れてね、この肩のラインと足のラインだけを入れて撮ったんですね。下はねここねコンクリートなんです。それがまた質感が良かったんですね。古い建物でね、大正時代の建物だったんですね。ここはね今はもうね取り壊されてないんですね。でじゃあちょっと戦評を読んでみたいと思います。これも戦車はどなたかというとやっぱりサンダー平山さんです。読んでみます。太ももと肩のラインだけで女を表現している、なかなか大胆なフレーミングだ、顔もほんのちらっとしか写っていない、でも女の色気はにじみ出している、なかなか成功した写真だと思う、特に太ももの描写が素敵だ。タングステン光を焚いたのではなくて西日で撮るとタングステンのような光の質になりますよね。大気圏をたくさん通過するうちに青色や緑色などが飛ばされて屈折してね、波長が長い赤色、オレンジ色が届く時間帯で撮るとですね、非常に柔らかい光になるので、私は純光一発で撮ることが西日の場合はあります。それがこのライティングです。データを見るとこれは 85mmF5.6 で撮っています。では3つ目紹介します。窓辺、これ私でとっても記憶にあります。この写真です。かなり演出をしました。このモデルさんはですね、で僕のカメラの北村で当時ね僕の写真展やっていてね、写真を展示してもらっていて、その写真をじっとこう僕の12、3点かなこう全紙で焼かれたのが店内に飾られていて見てくれていたんでね、写真好きですかって聞いたら、はい好きです、モデルできますかって聞いたら、やりたいですって来たんでね、今学生さんですかって言ったら、はいそうです、どこの学校行ってるの、はい京都薬科大学です、ということでね撮るようになったんですね。このことはねあっちこっち行きました。1年以上続けてねこの子を撮ることになりました。さあこれのライティングです。窓が2つあるんですね。1つの窓は大正時代の建物ですから窓がもうくすんでるわけですよ。汚れている窓のトーンが良かったんですね。なんかレトロな感じでね、この窓のこちら側、この写真で言いますと右側にです。もう一つ窓があるんですね。そこを開けまして直射日光が入る西の方を向いて撮ってる、だから西日の光が当たってるんですけれども、こちらの窓からこちらの窓っていうのは右側の窓を開放してそこに鏡を置きまして、その鏡をずっと彼女の手前の方に光を鏡を通じて光を反射させて飛ばして彼女に当たるように先ほど久美子さんを撮ったような金レフですね、ゴールドのレフ板当てて、問題はですねちょっと小道具がいいんでね、水を飲んでもらう、ペットボトル飲んでもらうというポージングをしてもらいました。この水もねこの背景の色が入れたかったんですね。これとっても記憶にあります。ではこの戦車の好評を読んでみたいと思います。戦車は小沢中京さんです。不思議な魅力のある作品だと思う。左の窓はアンティークな雰囲気を出し、右の人物はリアルなライティングで広告写真のように今風である。その2つが
黒い中に浮かび上がって接点がない、構図が変なようだけど妙に整理された配置で記憶に残る。こうやって撮ろうと思ってアイデアを作って何ヶ月もかかりましたね。太陽動きますから、季節ごとに太陽の位置が角度も動きます。この窓から直射光が、このヘアライン、エッジライトはですね、この窓から来ているラインライトなんですね。で、彼女に当たっている光はミラーとレフ板で受けた光を彼女に当てているわけです。太陽光を受けて、そしてミラーで受けた直射光をゴールドのレフ板に反射させて彼女にぶつけているんですね。するとこういう写真になります。データはですね、ミノルタ α9、 レンズはミノルタ AF85mm、 センシア100、絞り F1.4、 開放です。シャッター速度250分の1秒。では最後の1点いきます。タイトルはさっき言っちゃいますが真夏日です。これはですね、同じようにミラーライティングで光をモデルさんの手前に持ってきました。白レフで当ててます。そして彼女の肩の光は、先ほど言いましたように窓はこちら左右に見えないところに2つありますから、その光を受けて、でレフ板を前に置いてね、問題はこの小道具ですね。扇風機、柔らかい布をね切ってですね、扇風機につけてモデルさんに、暑いな、真夏日というタイトルだよ、暑いという感じで室内にいてね。そしてこのペットボトルです、もうちょっとだけ入れました。この色はどう出したか、ちょっとデータ見てみたいと思います。戦表と一緒に読んでみたいと思います。やはり戦車はですね、小沢中京さんです。リアルな映画のようなライティングで、彼女の体の重みや質感がよく出ています。タイトルからすると汗ばんだ感じも狙っているのでしょう。右奥の差し込む光と左側の面光源の生かし方がとてもいい。上部が空きすぎたみたいだけど、画面を女性でいっぱいにすると体の迫力は出るが当たり前になってしまう。そうなんですよね、上を開けたんですよね。室内の湿度が高くて温度も高くて、窓から差し込む光のエッジ、それをミラーライティングで起こしたという作品です。データ言いますとね、ミノルタ α9XI、 レンズは 85mm、 絞り 2.1、シャッター速度45分の1秒、富士クロームプロビア 100F プロです。この時のゼラチンフィルターは何を使っていたのかといいますとね、 CCB30 に C2、 ちょっと青っぽくなるシアン系になるように2枚のゼラチンフィルターを重ねて使いました。では今回いかがだったでしょうか。鏡を使ったライティング、ミラー&レフ板ライティングです。最初の三田平山さんはタングステン光と読み間違えました。ここから私がね、日本カメラのカラースライドに応募するきっかけになったような気がします。戦車を騙せるライティングのノウハウをプロに騙せたと、その写真がいいと評価されたと、それがね、とっても良かったな、面白かったなというね、今から思うとね、そういう思い出がありますね。はい、以上4つ同じところで撮っているライティング法を使いして紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。ここでは紹介できませんでしたが、同じ条件で撮影した作品も1点紹介しておきますね。皆さん最後までご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。感想やボンジュールフォトチャンネルでやってほしいこと、ご要望などあればぜひコメント欄に書いてくださいね。コメント大歓迎です。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。 See you again.